ヤクルトセブン、ンシン、28日、神宮球場、阪急阪神ホールディングス、HD、後の,の数を会長、75、が28日、デイリースポーツの単独取材に応じた。2年前に自らが翔平、翔英に携わり、契約最終年を迎えている岡田章信監督、66、の去就について、阪神サイドに判断を一任していることを明かした。 昨季日本一に導いた手腕や理論を高評価。この日、巨人の優勝が決まって球団史上初の連覇は逃したが、上昇チーム構築へ向けて、岡田イズムの継承をする必要性も激白した。写真、阪神球団史上初の連覇が消滅ベンチの岡田監督の顔が険しすぎる温和な表情で紡ぐ言葉は、随所に競合も声の愛が溢れた。 各会長がまず触れたのは22年オフ、第2次岡田政権誕生について、自らが動いた岡田監督の復帰への行き先を赤裸々に改装した。6年10月の HD 発足時から、私がタイガースのトップ人事に口を出すというのは、基本的にしないということで来ていましたと話し2年前だけは当時、阪神電鉄や球団が考えていた別の人事では、 優勝を争うチームになるのは無理じゃないかなということで、ちょっとイレギュラーで私がお願いをした形になるんですねと明かした。特例だったと認めて、今はもう本来の前の形に戻っているとした上で、監督人事は基本的には阪神電鉄と球団が決めていただく、と強調。我々、阪急側は最後、目として、阪急出身の杉山オーナーがいるわけだから。 彼はバランス感覚もありますし、見てくれているんじゃないかな。我々は引いた形を作っているのでと説明した。今期も最後まで激しい優勝争いを演じたとあって、岡田監督の手腕を立派なものですよね。お願いした斐があったなと、期待通りの采配というか、野球理論というか、チームの運営のやり方とか、非常にいいと絶賛。 少なくともこの2年間で石は作ってもらった、と上昇軍団への成長を喜んだ。岡田監督の去就については、今年のオフにどういう結論が出るか別として、と前置きした上でもうこの近未来にも言及。今季か来季以降か、岡田監督の公認となり得る人材については、外部から持ってくることは100%ないわけですよね。そうなるとタイガースの OB。 控えてる人間、三人くらいいるんですかねと踏み込んだ発言。レジェンドの藤川球児氏や鳥谷隆を思い描いていた可能性もある。新監督に来シーズンから渡すのか、あるいはその三人の中から一人に絞って、もう一年、岡田さんに指導してもらった方がいいのか。それはもう阪神の判断、と岡田監督の契約延長と、それに伴う英才教育も選択肢に挙げた。 最後には、仮に今年のシーズンが終わって新体制になったとしても、岡田さんのお力は何らかの形でタイガースとしてはお借りしてやった方がいいと思います。岡田イズムの継承。それが猛子が勝ち続けるために、総帥が導き出した必須条件だった。